こんにちは、フルーツイストの立花正勝です。今9月もね、終盤に差し掛かってきたというこの時期、まあ、吹奏楽コンクールの全国大会も残っていますが、一段落ついてこう新体制にね、移行していこうかなっていう時期でもあると思います。最近僕の方に寄せられる質問の中で、ピッコロを初めて吹くんですけど、一体どうやったら吹いたらいいんですかっていう質問がよく寄せられています。ピッコロの基本的な吹き方や練習の仕方なんかは僕のチャンネルの方でも結構紹介したりはしてるんですが、フルートとピッコロの違いについて、これを知っておくといいよっていうことを今回話していきたいと思います。今までフルートを吹いていた人が初めてこうピッコロを持った時に戸惑うのは、まずこのサイズですよね。何もかもがこう小さいし、この歌口のね、大きさも小さい。一体どこにこう向けて吹いたら音がちゃんと出るんだろうっていうふうに思うと思います。まずですね、今言った通り、このフルートとピッコロっていうのは、この歌口の大きさが少し違います。ピッコロの方が歌口はやや小さい直径になっています。歌口が小さいってことは、その音が出るポイントっていうのはよりフルートより手前になるっていうことで、フルートよりもさらにしっかりこう息の角度をつけて吹かないと、外に漏れてしまって、なかなか音が出ないっていうことがよくあります。それから、この管の細さですね。明らかにピッコロの方が細いです。歌口が小さいことも相まって、このピッコロを吹くときに使う息の量っていうのは、思った以上にこのフルートよりも少ないです。1オクターブ目や2オクターブ目をいい音で吹ける息遣いだと、もう本当に息が余るぐらいです。よくこう、フルートの息遣いのまま、ピッコロで吹いて、こう、大和おろして音を壊してしまって、で吹いているっていう方も結構見かけますね。まずですね、そのフルートとピッコロをこう吹き分けるときには、使う息の量に注意して吹いてみてください。形状の違いで言えば、この歌口にリッププレートがあるかないかっていうことも結構大きいです。フルートの場合、このリッププレートがあることによって、で、歌口のこの息が当たる側のエッジが薄くなって音を出す際の抵抗感っていうのが非常に少ないです。ピッコロの場合、こうやってリッププレートがない場合が結構多くて、歌口のエッジがすごく分厚くなって音を出した時のこの抵抗感もフルートとかなり違いが出てきます。慣れてくればその抵抗感を利用して、この息のね、繊細なコントロールを柔らかくこう受け止めてくれたりもするんですけれども、それがなんかこう違和感にすごく感じてしまうっていうこともあるかと思います。それからもう一つ、これもフルートにない構造なんですけれども、胴部管の形状っていうのは、ピッコロの場合、頭部管が太くて、まあ側部管というかこっちの外側の方が細くなっています。つまり、円錐形になっています。フルートの場合はこの頭部管側から側部管までだいたいこう円柱形なんですけれども、フルートのご先祖様であるトラベルソも元々はこう側部管に向かって少し細くなっている円錐形でした。頭部管が円錐形であることのメリットっていうのは、高音から低音に向かって吹いていっても比較的音色を均一に吹くことが容易になるんですね。ただデメリットももちろんあって、低音がなかなか大きな音量が出ないっていうことがあるんです。その時代に求められる音楽のね、ニーズに応えるように、低音でもバリバリ鳴らせるように円柱形のスタイルがね、採用されていって現在に至るわけですけれども、このピッコロは円錐形であることで、1オクターブ目や2オクターブ目の低い音あたりはそんなに大きな音量は出せません。もともと音が高いので吹奏楽の合奏の中でも目立つんですけれども、楽器として出せるその音量の幅っていうのは、まあ、そんなに多くはないっていうことも覚えていてください。特に音階なんかを吹いた時に、この円柱形のフルートと円錐形のピッコロでは、息遣いのこう感触やコントロールの仕方がなんか微妙に違って、そこでもまた結構違和感を感じるかもしれません。もう一つ大事なこと、ピッコロのメンテナンスについてなんですが、やはりですね、小さな楽器っていうのは、ちょっとした楽器の状態の変化によって、音や演奏に与える影響っていうのはすごく大きいです。どんな楽器でも、まあ吹いていくうちに、キーを押さえても、指で押さえてないキーが少し浮いて、で、音がなかなか出づらくなったりすることはあるんですが、ピッコロの場合はですね、その楽器の狂いっていうのが、もろに音に影響します。フルートはだいたい半年に1回ぐらい、
どこも壊れてなくても調整に出してキーの状態なんかを見てもらうのが理想ですが、ピッコロの場合ももしできたら半年もしくはそれよりも短いスパンで調整に出して、状態がちゃんとしているかどうかっていうのを見てもらう方が安心です。あと吹いている時の中の水滴の管理ですね。ピッコロはこの管が細いっていうこと、それからトーンホールもねそれに合わせて小さいっていうことで、吹いているうちにこう中にできてしまう水滴をそのままにしているとトーンホールをねこう塞いでしまったりとか、管体が木でできている場合その湿気でどんどん状態が変わっていってしまいます。そのためにこう演奏中でも簡単に水滴を取れるようなピッコロフラッグっていうのが最近開発されていて、練習や合奏のね合間なんかにこう豆に中の水滴をこうやって取ってあげる。最近はようやくこの習慣も定着してきたんですけれども、フルートにない習慣ですのでピッコロはそうやって楽器の状態をねしっかり管理するものだっていうふうに覚えておいてください。さあそんな感じでフルートとピッコロのね、違いについて、いろいろ語ってきましたけれども、もちろんそういう練習のね慣れる期間っていうのも大切ですけれども、楽器の構造や特性の違いについてしっかり把握して、フルートでやってたことが必ずしもこのピッコロでも活かせるとは限らないっていうことをよく把握しておいてください。まだまだこのピッコロっていうのは発展途上の楽器で、各メーカーいろいろ試行錯誤していろんなコンセプトのピッコロが出ています。例えばこの頭部管の形状、今これは筒にこう穴をストンと開けたようなこうつるっとした形なんですけれども、この歌口の部分がこう波打っているものもあるんですね。そういう形状のものはエッジの部分がすごく薄くなっていて、吹いた時の抵抗感が結構フルートに近い感触になります。そういった頭部管の形状の方がフルートから持ち替えた時の違和感っていうのがすごく少なくて、好んでそちらを使う人もいます。またですね、円柱形のピッコロっていうのも最近は開発されています。またピッコロは基本的に D の音までしか出ないんですけれども、ここをもう少し伸ばしてフルートと同じ C まで出せるようにしたものとか、そうやってピッコロも今はどんどん進化していますので、将来これからねもっともっとピッコロにも親しみやすくなっていくんじゃないかなと個人的には思っています。以上、参考になったでしょうか。もしこの動画が役に立ったと思ったら評価よろしくお願いいたします。この動画ではまだまだ皆様からのフルートに関する疑問や質問にお答えしていきます。毎週金曜日発行しているメルマガでは寄せられた質問のすべての回答を掲載しています。もしもっと勉強したいという方はこちらからぜひ登録してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。